北川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。北川先生、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつになるんですかね、これは。今日は7月のですね、最終週ですね。北川先生、もうお誕生日おめでとうございます。そうですね、はい、もう78ですね。もうすぐ80だ。80までこの辺にいるかなって感じです、ね。いやいや、いてくださいよ。もう僕もね、私ごと恐縮ですけど、ちょうど誕生日、2人ともね、7月の下旬というか、中下旬なので、僕も42になってるはずです。うん、ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、ちょうど、すみません、今更ですけど、僕ら、先生、猿年ですか？そうです。今更気づきました。僕の見回り先輩ですね、そうすると。僕42です、先生70。猿年なんですか？はい。だって、僕が36、先生が36歳の時に僕生まれたってことですよ。36歳差だ。そうなんだ。あ、なんか嬉しいですね。えとまで一緒じゃないですか。えと一緒。はい。すいません。すいません。はい。ちょっと番組忘れて興奮してしまいましたけども。あ、そうなんだ。誕生月も一緒だもんね。近いもんね。そうです。近いです。17日やって。先生が、僕は24日です。あ、そうか。4日しか違わない。4日違う。ああ、そんなに近いんだ。はい、もうちょっともっと頑張って、北川先生に 0.001 ミリでも近づかないと、ちょっと見ようとないよ。はい、見ようとない。されたことない。いやいや、あれなんですけど、ちょっと、わけのわかんないところですみません、動揺してしまいましたが、今日はですね、先生にね、まあちょっとこう、改めて伺いたいテーマがあるんですけど、よろしいですか、質問。はい。はい。やっぱり、こう、これまで先生のところでずっといろいろ教えていただいて、まあ番組も含めて習ってきた中で、やっぱり、使命、人には使命があるっていう話はずっと伺ってきたんですけど、改めて今日、人には使命というか、この人生の役割はあるんでしょうかっていうことを伺いたいんですけど、なぜ今なのかっていうことで、ちょっとだけ大前提、お伝えしたいんですけど、やっぱり、これ聞いてる方の中にもいるかもしれませんけど、まあコロナがね、収束とはちょっと違うかもしれませんけど、でももう徐々にっていうか、かなり動き出してきてると思うんですよ。で、その時に、なんか僕個人的にはいろいろ新しくまた社会が世界がリスタートするぞっていうものをなんとなく感じている。その時にただ今までこう自分がやってきたことの延長線を続けていくのか、アップデートしていくのか、はたまた全く違うことをやるのかも含めてすごい抽象的で恐縮なんですけど、なんか改めて今ちょっと落ち着かない自分がいるんですね、ざわざわ。どうしたらいい。私もそうですよ。はい、あ、本当ですか。なので、そこで改めて先生がおっしゃってたこの使命、人生の役割っていうのを今考える方って意識していてもしていなくても、なんかひょっとしたら多いんじゃないかなというそうですね。共に考えてみましょうね。はい。本当に。ちょっと時代的に考えてみると、はい、やっぱこう、使命とか役割っていうのの、一番大事なことは、生まれた意味があるって言いますかね。はい、その時代に生まれた意味があると思うんですね。一つは、はい、この今の21世紀の、この2022年前後にこう、30代、40代ってこういうことは気づきの時代に30代、40代であるということの意味があると思うんですね。はい、それともう一つは、日本人であるということにこう、すごく意味があると思うんですね。はい、ともう一つは、男であるとか女であるというところで生まれたその意義と意味があると思うんですね。そういう違いと言いますか。はい、なぜ我々はそこで、まあ、早川君の、例えば早川君のことで言えば、なぜ、早川君は、こう、今、42の時代に、このコロナの時代に、うん、からウクライナとか戦争とかいう時代に、こう、男として生まれているのか、はい、そしてしかも、安全な日本という国に生まれている意味は何なのか、で、はい、この前後の、なんて、まあ、時代の流れを体験しようとしているところに、どんな意義があるのだろうか、ということを、こう、まあ、感じ取ることが大事だと思うんですね。はい、うん、で、今世中の学び、以前ずっと前、話したと思うんですけど、はい、なんかね、知の巨人の、ほら、立花隆さん。立花さんのように、こう、知識、我々生きてる間の知識で終わるのではなくて、はい、やはりこの、こう、魂に刻んで、我々が生まれる前からあったこういう意義のにまでこうなんか記憶として心の記憶としてこう、うん、
刻んで作る、それを次の転生まで持ち込むという意味があるような感じがするんですね。だから、これただの知識に終わって文章で終わしても体験がないと伝わらないと思うんですね。確実さ、悲しさっていうのは、文字で言ってもこう伝わらないんですよね。でも、我々は、この不思議な世界、今、いくつかの事件が起きてるんですね。例えば、この時代は、こう、今、早川君の場合は、子供がいて、そしてこの職業をして、こう知的産業に関与して、で、世間では、まず、こう、中国がすごい今、アジアで台頭していて、そして、武器を、もうすぐアメリカをしのぐほどの考えられないような、なんか、兵器とあれを持ってるってことと、から、第2番目は、ロシアがウクライナに侵攻して、ウクライナという国を徹底して破壊して、一方的にこう、なってますか、人々を痛めつけてるって言いますかね。で、それをこう、周りの国、例えば、イギリスや日本やアメリカやフランスや国もみんな、傍観して眺めてて、助けようとはしないって言いますかね。なんかこう、お互いに利益、いろんな利益が結びついて、こう、なんか、助けようとしない。これなぜなのかっていうことと、と同時に面白いことは、コロナという、こう、疫病が流行ったって言いますかね。の時代にこういう戦争が起きてるって言いますかね。で、これはまさしく第一次世界大戦の時と全く一緒なんですね。まあ、第一次世界大戦の時も、こう、疫病と貧困と、この土地の取り合いと戦争というのが起きて、なんかこう、すごくたくさんの人が戦争とコロナ、コロナ、スペイン風邪ですね。スペイン風邪で死んだんですよね、はい。その時に戦争が起きてるし、確かに。それが第一世界で第二世界大戦にこうつながっていくっていうかね。だからもう、まあ、また人間が同じ過ちをこうしているような感じがしますね。アメリカもフランスも、からロシアも本当に、なんか、このことを争いをやめようとはしてないですもんね。なんか誰かにさせて、自分たちはこう、人的損害を最小限にして、ウクライナに犠牲をして、背負わせて解決しようとしてますよね。まあ、第一次世界大戦と全く同じなんですね。で、これが進んでて、第三次世界大戦になったら、第二次世界大戦のように、こう、米国軍と日本とか、ロシアとか、日本とか、ドイツが負けてやられたように、なんか、そこまでいかないと、この戦争状態は解決しないという、まさしくそこまで行きかけているようなところがありますよね。だから、まあ、そういう意味の、ちょっとそういう時代の、が、この時代に生まれた意味があると言いますか、何か学びに来た。どうしたらそれを分かるようになりますか。それはなんか、ね、ということは僕が言いたいのは、我々は天性の途中にあるということを知ることだと思うんですね。天性の途中、結局この人間として何を学びに来たのかという考え方ですね。この肉体を持って、この肉体 で時代を感じて、時代認識を見て、で出来事を体験していくというところに我々が投げ込まれているという意識を持つと、僕それは大事だと思うんですね。それそこに使命が出てくると思うんですね。頭の声に騙されないで、今テレビ見てると食べ物の番組と享楽の番組が多いんですね。多いですね。すると真面目な番組が非常に少なくて、司会者のほとんどの人たちが、日本の場合は司会者のほとんどの人たちがお笑い出身なんですね。そうですね。だからなんか軽いんですね。こうごまかそうとしてるし、大事なことからパッと逃げられて、笑いでごまかそうとか、すごく軽い時代に入っていて、なんか人類全体が、ごめんなさい、日本全体が、なんかその、まともに向き合わずに、なんか逃れようとしてるって言いますかね、真剣にこの出来事に向き合おうとしてないっていう、こう、逃げの体制に入ってるような感じがするんですね。例えばもう一つの話もそうなんですけども、はい、志を持って、人たちが現れてないって言いますかね。ウクライナの場合ははっきり言って大統領がパンと完全と立ち上がってこう自分は逃げないというふうにこう、ね、英雄みたいな人が出てきてますけども、日本は今まだそういう人が出てきてない。腹くくってるような人がいないですよね。うん、
そういう育て方をしてないって言いますかね。うん、例えば、ほら、あれがあるじゃないですか。東京に行ったら、なんで私が東大にとか、なんで私が医学部に入ったとかいう、あの、予備校の宣伝があるじゃないですか。あ、ありますね。はいはいはい。あれ見ると私がっかりするんですね。こう大人たちが、なんか子供たちにこう偶然に入れるような受験時技術だけを教えて、志を教えてないんですよね。東大に行って世の中をするために東大に行くんだっていうなって、たまたまこう受験技術があるって、私良くなかったのに東大に入っちゃったっていう、お医者さんになっちゃったとかいう、こう、なんかそういう利益の世界にいるんですよね。そんな人間を我々が作ってきてるということですよね。まあ、世の中をきちんと正そうとか、ね、対象のためにこう身を粉にして働こうとか、日本とか世界とか人類という人ものをこうある方向にきちんと導こうとかいう教育もしてないし、志も持ってない、はい、今国に慣れ果てているって感じはしますね、世界中がですね、うん、だから即に我らこう使命というものにやっぱ気づかないといけないんじゃないかな、うん、この混乱をどう我々はこう理解して乗り切るかという、わざわざこの時代に投げ込まれているということにこう気がつくと、そこに使命があると思いますね。それはこう具体的には、まあ、すごく対極的には多分分かる方も多いと思うんですけど、その一人一人の個別具体的にはどんなことをこうしていけばいいでしょうか。うん、そうです。ですから それを今からその通りなんですね。こう失敗しないように生きるというのではなくて、なんかいろいろ間違ってつらかったという、こう、なんか、ことを体験していくといいますかね。うん、そして、やっぱこの時代の、ウクライナの人たちのように、はい、たくさんの人が死ぬという体験を日本でしないように、我々が、じゃあ本当にこう大事なことになるかっていう、こう、その立ち、心を気づく人は立ち上がって、それぞれの立場で立ち上がっていく、はい、ことができるのが日本人の中にあるなんか素晴らしさのような感じがしますね。よ、うん、その国よりも日本はこうなんかなんかすごいそういう人が時代の稼働には出てきてるんですね。こう明治、大正、その前からずっとそうなんですけども、はい、だから早くそういう人たちにこう自分はそういう使命に気づいた人間だということに気づいてほしいと思ってるんですね。で、やっぱこう頭の良さではなくて、はい、なんか心の強さというものに目を向けていこう。それからなんかもう一つ言いたいことは、はい、こう理論を立てるのをやめて、やっぱ直感にして本当にこう多くの人の苦しみを取ってあげたいとい う、 こう目覚めを、はい、共に起こそうではないかって僕は言いたいんですね。うんうんうん、だからそこにこう私たちの使命があるのではないかな、うん、この国や世界をよく方向に持っていくということを目覚める人を育てるし、そういう人たちを応援するし、そういう方向に利益を乗り越えたことにこう自分の人生を費やすとい う、 こう小さな使命を気がついてほしいな、うん、で自分の役割、まあ毎日の生活、父親として、母親として、社会人としてっていう、もう一つ、枠を超えた、人類として、日本の国民として、この国としてという部分を、そろそろ気づかないといけないのかなっていう感じがしますね。なんかそういう意味では、先生がおっしゃるその気づくっていうことは、今のこの時代のこのタイミングだと、まあ、気づくと同時にその気づくっていう言葉の中には何か具体的にやっぱりできることからアクションを起こすっていうのも内包されてるかもしれないですね。何かアクションを起こさないとっていうのはちょっと感じますね、一人一人、うん、なんかそろそろ気づいて、なんで私がって言うんじゃなくて、志を持ってこの国とこの地球をちょっとだっても救う役割をなんか、ね、小さな参加でいいと思うんですね。ああ、いい言葉ですね。それがこう使命につながるのではないかなと思いますね。うんうんうん、だから、そのことに気づいて、僕は呼びかけたいですね。この日本を救おうではないか、この地球を救おうではないか、もしも、なんかね、ロシアとか中国とかいう国に日本が侵されてしまったら、もう言論統制されて、もう本当にこう、監視されて、身動きできない社会に投げ込まれてる。うんうん、
しまう。あとね、あの子供たちがね、うん、あのその世界に入ってしまう可能性があるからですね。はい、だからもっとは、本当に我々はもう少し人間はこう自由で、はい、自分のそれぞれの才能でもって、世の中の人に幸せや喜びをもたらすことができる社会というものをもう一度作り直すっていうかね。はい、うん、ただ、美味しいものを食べるとか、あなんか帰れたら、あなんか面白いものだけに騒ぐとかいうのではなくて、はい、なんか心の悲しみや心の辛さを取ってあげるという言い方をする人たちがもっと増えてもいいのかなと思いますね。うん、そういう意味で、なんで私がお医者さんにとか言うんじゃなくて、本当にこう病の人、苦しむ人、体の病気の人を自分がこう治してあげたいという志を持ってお医者になるとかですね、はい、うん、そういう方向にこう我々は人々を導く風潮を作る傾きをそちらに向けていくっていうふうに、なんかしていって、こういう言論をこうきちんとやってほしいですね、本当に。いや、もう僕も言うつもりですけどね、志を持とうっていうかね、うん、そうですね、うん、うん、あ、ただ面白い楽しいだけではないっていうか、なんか今本当大きな岐路に来てるなっていう。そうですね、うん、でもそういう意味ではなんか先生がおっしゃってた、若干ちょっと角度変わるかもしれませんが、やっぱりよくね、イベントか神事かっていうね、イベントか神事かっていうのは、ね、なんかこう、一経営者としては、まさに今までもそうありたいと思ってましたけど、どっかでやっぱりちょっと、こう、俗物というか、いろんなものに僕も流れてたんですけど、まあ、いよいよ待ったなしだなっていうのは、ちょっと身をこう正さないとって感じますね、今日の伺いと、うん。セブンイレブンとか、まあ、コンビニですね、コンビニとか、スーパーに行くと、はい、もうものすごい量の食料と、ものすごい量の医療品と道具と100円グッズと、こうなんか溢れてますよね。こう食べ物も、本当にこれ、ほっといたら、なんかすぐ腐れてしまうようなものが大量に作られてるんですね。弁当屋さんに行っても、大量に弁当を作って、おそらくこれは1日2日だったら処分してしまうし、そのくらいこうなんか我々人類はこう、あり余るなんか物量に溢れてるけれども、ね、これは決してなんか正しい方向ではなくて少し行き過ぎだなっていう感じがしますね。はい、その部分が我々の時代を歪ませて、なんかおごりと他人を征服したいという欲求不満のにつながっているのかもわかりませんね。だからロシアも、うん、くらいのを征服したいという欲求って言いますかね、はい、なんか多民族を自分の勢力の中に武力で入れるっていうのは、まあ、やっぱもってのほかだと思うんですよね、うんうんうん、だからそういうことに気づいてもっと声を上げていいのではないかな、声を上げていいのではないかなという無責任の言い方ではなくて、声を上げていきたいと思ってますね、はい、いいのではないかなとか第三者的な言葉で言ってはいけないと思いますね、やっぱりなんかやっぱそれは良くないっていうかね、はっきり言ってから、うん、英語で言う主語がだから we とかじゃなくても I で言っていく時期かもしれないですね。そうですね、うん、だから、はい、まあ、アメリカもヨーロッパもみんな利益で動いてて、なんか背中から後押しはするけど決して自分は手を出さないというかね、まあ、難しいところなんですけど、どうもこのツケは後であと何年後かに大きな争いになってまた来そうな感じがしますね、うん、今きちんとやらないと、そうですね、うん、争いが大きくなるような感じがしますね。そうさせないために、そういう意味で我々はやっぱり使命とか今の役割とか、はい、この時代の役割、うん、この時代の男としての役割、この時代の女としての役割、はい、で日本人としての役割、うん、投げ込まれた意味っていうのがあると思いますね、うんうん、だからまあそれをちょっと学んで次の転生でどう生かせるかっていうところは、はい、ちょっと考えてみたいな。もっとこの話いっぱいしたいんですけど、はい、そうですね。またぜひ次回以降もお話しいただけたらと思います。うん、まあ、でもこのタイミングでね、本当にお話聞けて、僕も聞いてる方もすごくいいタイミングだったと思います。ありがとうございます。さあ、この番組では、引き続き北川先生のご質問を募集しております。詳しくは北川先生のホームページよりお寄せください。さあ、そして、北川先生の新たな書籍、光の小道、あなたに捧げる、道案内ということで、こちらもリリースされています。北川先生のホームページから、お買い求めいただけますので、ぜひこちらも、ご購入いただけたらと思います。もう第2弾も、出来上がっているそうです。
さあ、そして月末ですね、人生を変える出会いでは、番組継続のための支援をしてくださるサポーターの方を募集しております。サポーターの皆様には北川先生の特別の講話をですね、約40本すべて、聞き放題でお楽しみいただけます。最新の講話はですね、ライトを消してこそ見えるものということで、非常に深いお話を今回いただいています。今週のね話でもちょっと通ずるところがあると思いますので、こちらぜひサポーターの皆様、お楽しみにしていただけたらと思います。こちら、サポーターに関しても、概要欄、ホームページをご覧いただけたらと思います。ということで、今月も、お聞き、ご覧いただいてありがとうございました。また来月も北川先生の話をお届けしたいと思いますので、楽しみにお待ちいただけたらと思います。北川先生、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。